ライオンズタワー仙台大手町は仙台市都心部西部に立つ超高層マンション。仙台家庭裁判所は土地で西公園通りともつばし通りの接続部にある。仙台市における都心回帰の流れに対応し代表が計画、販売をした。当マンションは広瀬川の貸し団球である仙台中町団球の園、すなわち団球崖の直上に立っており、 仙台城天守台から都心部を眺めると広瀬川を挟んで最も目立つ位置にある。当地は江戸時代には地形的に一つである、景勝地、仙台七先の一つに数えられ、藤ヶ崎と呼ばれていた眺めの良い場所である。現在も西公園や広瀬川、青葉山公園などに近い環境の良い,い土地である。また、江戸時代には片平町の一部であり、 仙台城に退治する場所で眺めが良いこともあり、伊達家一族や仙台藩重臣が住んでいた。一方で、当地は休憩者地方に基づいて、宮城県が指定した休憩者地方会期県区域になっているため、予想される宮城県沖地震などの大地震に耐えられるのか不安になった段球外科の下を大手町町内会が建築主である大京都の間で、 地震で高層マンションが崩壊して町内会に損害を与えた場合は代表が責任を持って保障するという条文を盛り込んだ確認書を2006年7月7日に締結したブリジストン社製免震構造を施した最新のマンションであったが構造計算書偽造問題が世間を賑わしていた時期でもあり代表が妥協した形となった他ありがとうございます